建設重機喧嘩バトル不思議でコンボーさあやってこうぜ。さあ、もう何話か忘れたけど、うん、データが壊れています。あれから前回謎の少女がね、うん、少女ではない少女が仲間になったところだ。一緒に住んでんのか、この会社の人はみんな一緒に住んでるってことか。ね、ベスが一番広いね。あ、そうだよ。うちの広い。私がおや僕の弁慶来たわ、うん、やべえ。素敵な挑戦。足立か。弁慶は足立か。弁慶が来んのね。立ちはだかっ。お、早速。敵だ。敵の。あ、もう早速。誰だって弁慶。私さ急に出てくるから誰や、うん、約束通りパワーショベルのアタッチメント一緒パワー系だったものでくぜよ。繰り返して、ああれじゃん、あの人、うん、なんだっけ、どうすんだよ、あんな挑発に乗って大事な重機の部品取られちゃって。こっちもこっちでいろいろあんだね。もう大変だね。うちはもめがあるんだ。前髪が跳ね上がっている。このことは社長に黙っといて。 あ君社長じゃないなんだ、誰気になりたわ、社長じゃない、だから、シムぐらいかな。わ、増えてきた。だるまを掴んで。平成の弁慶だと、平成の弁慶じゃないんだ。あ、なるほど、こう仲間になるフラグですね。戦利品として、うちの負けた会社の重機の部品を持って帰るぞ。どうするG、どうした ?G なんか机に横かかって、乗っかって、どうした力いっぱいだね。力いっぱい。道場破りね。とうとう調べ建設もやられたってさ。あー、とは、ジジは、なんて言ったっけ、そいつの名前。そいつの名前。あ、足立です。ライタ、足立ライタ、これはオープニングで一瞬だけ映ったよ。映ってたみんなのキャラが濃すぎて覚えてない一人一人を。どうします、順番から始めますか。軽く締めてやりますか。帰り討ちにする自信のほどは。いや、早くは大丈夫、するでしょう、うん、誰が行く、まあ、ベスに行かせよう。そんなくだらねえ挑発に乗るか。あ、割と今は再建が第一だ。大好きってわけでもないんだ。えらい、つまらねえバカの遊びに付き合っちゃいられねえよ。早く見くびっていたわ。分かった、内心だ。さあってやるかみたいな。さあってやるかみたいな。あ、ただし売られた喧嘩を買う。なるほど、まずいよ、家が揺れてる。消えやがったんじゃねえのか。うわ、乗ってるわ、バカ弁慶が。戦いバカ弁慶あったことないの。あ、来た、てめえや重機とアタッチメントしか友達がいないと評判の足立ライタか。あ、アタッチメントしか友達がオタクだ、こいつオタクだ。ドキッ、うわさをしちゅうがやったら。まあね、話は早いね。ニュースになってると思うよ。おめえ何弁で早いや。本当に友達いないんだ。まさか猫キャラかもしれん。おめえも友達いねえだろ。確かにね、でかいな、しかし。言っとくか、意味のねえ重機勝負はしねえぞ。お、今は一家再建が第一だ。取られちゃうしね、万が一負けたら。俺が勝つのは間違いないが、無駄に重機を傷つけるだけの勝負は一家のためにならねえ。あ、おお、なんか社長っぽいこと言ってるよ。早く言ってやれ。俺の左手の鬼が暴れに打ちにな。おー、みんな感心してる。吹いたら、すげえ顔だった。綺麗な目をしている、綺麗な目をしている。曇りなきゃ眼だった。こいついいやつだ、絶対。帰るかって。あらら。帰らしちゃった。ここら辺一帯の建設会社20社は、あ、君一人で。がそうなびにしちゃったよ。何が目的なんだ、こいつ。マジで邪魔なんだよ。下っちゃきに。一社ぐらいやったら、勝負を逃げる会社があっても、深夜に。やばい、これは乗るな。この腰抜け目って言ってるってことね。一あ、おじじいなのか若いのか分かんない。坊や、あ、坊や扱いだ、これは。待て、来た、逃げたんじゃねえ。あ、俺が勝ってもうまみのねえ勝負だから。しかもこいつを倒したところで何のメリットもない。分かったら20社もらえるのかな。あ、なるほど、そっか、名誉とね。俺に負けたら、あの、形ライターを近づけたのかみたいな。いやいや、たたばたらきた。俺でどうだ。怖え。やれやれ、おそらく調べもこの手で乗せられた。あー、なるほどね、あやちゃんが喧嘩に乗っちゃった。俺じゃ釣り合わないよ。まあそりゃそうだわ、釣り合わないよ。ちゃんと計算はできるじゃないか。ならこうしよう、はい、負けたらてめえが勝ったらうちの重機を全て従業員付きでくれてやる。まあでもあるね、はい、あの今後にとっちゃさ、なんていうの、厄介払いっていうか、あの、うん、いい職つきそうだよね。あ、まあ確かにね、みんな何こんな優秀だしね。ほら、何が一家再建が第一よ。あれ違うの、京子さん。よっしゃ、乗った乗った。いいの、全然なんか釣り合ってないと思うんだけど。さてはこいつあれか、頭が知恵が遅れてるかもしれない。また危ない。やろや、負けねえ。いいか、いいだって、どっからやねん。またピヨンだよ、もう。来た。お、広場でね。さあ、まず下がって視点を、いつもの場所かな、ちょっと下げて。なんだ、ロードローラー、違う、なんだ、視点を、何、ロードローラーか。さあ、力を食べて。やばい、潰されるぞ、ロードローラーだ。まあ、いけ、横から、ただ側面には弱いと書いてる。さあ、このままゴリゴリ言い返してもらうか。必殺技を前にさよならだよ。下がって後ろから、後ろに弱いんじゃない、
マックスパワーを貯めて、ああなんか爆発してる、爆発してるよ。あ、水ね、あそこガス缶でして、やべえよ、ガス缶でしてじゃねえよ、やばい。だこう貯めてる間に他のオブジェクトに当たると、あの必殺技出ずに終わるじゃないか、弾が終わってしまうので一回、なるほど、あ、終わりました。お前嘘よえよえこんなのに20試合もやられたのか、たかが知れてるな。疲れたんじゃないの、21試合目で。弱すぎ、笑った。必殺技見てないね、今回。マジかよ。あれからもう。なんだ、あの息は。もう、疲れたから早く。うん、あ、こんなはずじゃん。なんか、ヒゲが気に、早いよ、全部早いよ。戦いもやし、あったや。やつを乗せるのに一苦労したぜ。あ、ね、あ乗せるまでが勝負だったんだ。乗せられたのはどっちよ。まあまあまあ。勝ったからいいようなものの、あんた本気で一家の再建に取り組んでるの？こんなやつとやってる場合か。なんか状況を楽しんでるだけのように見えるよ、ね。ベス見えるわね。ベスいいよ。以上です。なんだったんだこれ。それから中盤で語られる感じかな。じゃあベスもよくわかんないけど。肩透かしで。肩透かし。じゃあそんな感じでいきましょう。はい、さよなら。バイバイ。ひでえ。